マリオデルモナコマリオデルモナコは、イタリアのメーテノール、ガエータ生まれ。日本以外では、フィレンツェ生まれとされているが、来日時のインタビューで、マネージメントの都合でフィレンツェ生まれとされたが、実際は、ガエータ生まれである。と発言している。ただし、事典にもある通り、本人の記憶で一番古いものは、フィレンツェでのものである。ペイザロの音楽院にて A メロッキに声楽を学び、 1937年には、トゥリオセラフィンに招かれ、ローマ歌劇場で検算。1940年に、ミラノのプッチーニ劇場で、プッチーニの蝶々夫人でピンカーアートンを歌って、初舞台を踏む。その後は、イタリア軍に徴兵されて一時活動を停止したが、戦争終結後すぐ活動を再開。1946年には、 アレーナディベローナでのアイーダのラダメス役で大成功を収め、同年のサンカルロ劇場の引っ越し公演で、ロンドンのロイヤルオペラハウス、1947年にはスカラザ、1951年にはメトロポリタン歌劇場、1957年にはウィーン国立歌劇場にデビューした。その間の1950年にブエノスアイレスのテアトロコロンで、後に、 彼の代名詞となるベルリ、オテロを初めて歌い、1972年のブルッセルでの公演までに200回以上も同役を歌っている。1963年12月には自動車事故に遭遇し、その後約1年もの間休養を余儀なくされた。1970年代以降は、声楽教師活動への比重を高めたが、1982年10月16日に、 心臓発作により67歳で没した。息子ジャンカルロはオペラ演出家、クラウディオは建築家として活躍した。弟子にはアントニオ・カランジェロ、マウロ・アウグスティーニラがいる。黄金のトランペットと呼ばれた輝かしい声を持ち、ドラマティックな役柄で高く評価された。代表的な役としてはマンディーコ、ラダメス、アンドレア・シェニエ、カニオなどが名高いが、中でもベルディの オテロのタイトルロールは特に評価が高かった。ジョルダーノのアンドレア・シェニエについても、生前のジョルダーノから直接レッスンを受け、私のシェニエと記された作曲家のポートレートを送られるほど高い評価を受けている。1949年のスカラザでのジョルダーノの没後1周年記念公演では、デサバタ式のもとテバルディと共演している。 彼の中心となる活動機は、LP レコード録音の発展期にあたり、また、専属契約を結んでいたデッカが、オペラの録音に、熱心なレコード会社だったため、多くのオペラ録音に参加していた。この時代の録音は現在でも、十分に日常的な音楽鑑賞に応える。レナータ・テバルデをはじめとし、ジュリエッタ・シュミオナーと、エッド・オーレバ・スティアニーニ、アルド・プロッティ、チェーザ・レ・シエピなど、 当時の大歌手たちとの録音を数多く残している。一方で、現代よりも、はるかに厳格な専属契約がゆえに、レコーディングでは、他者の魅力的な歌手とは共演できなかった。それゆえ、レコードによっては、デルモナコだけが突出し、他が明らかに見劣りするレコードがあるのは否めない。皇術のイタリア歌劇団によるオテロのライブが、ある意味、奇跡と言われるのはそのためである。 共演したティートボッビは EMI の専属だったからである。日本には1959年の NHK 主催の第2回イタリアオペラ公演で初来日し、オテロ、カルメンに出演。戦後芸能史物語は日本の大衆が受けたカルチャーショックの大きさをそのまま伝えている。現在まで全てのジャンルのあらゆるアーティストの来日公演でこの衝撃を 超えるものはないとする評価もある。以後1961年の第3回、同化し、アイーダと1969年にも来園した。1963年の第4回イタリアオペラ公演でも来日の予定、西部の娘だったが、内臓疾患によりキャンセルしている。また、1956年の第1回イタリアオペラ公演にも出演予定だったが、 直前に13歳の少女と駆け落ちをして、スイスに行き、イタリア諸劇場の出演をすっぽかしたため、イタリアへの入国が禁止となり、その問題が尾を引いたためキャンセルになったとも言う。来日の際には、飛行機より船を選び、喉に幾重ものマフラーを巻いて、大事な喉を守り、客室でじっとしており、その間の用事はすべて夫人に任せていたという。また、オテロの初日では、 緊張から出番直前まで、金縛り寸前の状態になり、夫人が着付けのウイスキーを飲ませて正気に戻らせた後、堂々たる第一声を発している。公演後に開かれたパーティーにも出ず、ホテルの部屋にこもりっきりだった。道家師では、以前から有名なアリア、衣装をつけろの後の泣きの演技が評判であったが、イタリアオペラ公演では、フライングのブラボー。 の大歓声に遮られ、仕方なく、泣き真似をするしかなかった、と言われている。また、アンドレア・シェニエでは、第4幕のラストシーンで突起物につまずく場面や、マッタレーナ役のレナータ・テバルディと共に弾頭第1の馬車に乗ろうとした際に、馬車が勝手に動いて、危うく取り残されそうになったこともあった。この第三回の来日では、オペラ公演の他に特別演奏会に飛び入りで、 出演し、オーソレミアをピアノ伴奏で披露している。なお、飛行機を嫌がったり、出番前に極度の緊張に襲われるのは、この来日の時だけではなく、各地の公演では、いつものことだった、言われている。その際には、いつも、自分はもうダメだ、この舞台では失敗するだろう。これが、最後の舞台だなどと口走っていたという。ありがとうございます。